ここもゲートは変わらず26番そのままです。このところ4試合続けて表彰台、はい、トップに出るには98メートルが必要です、うん、いいですね。あ、高いところから降りてきて、あっと転倒、ちょっとこう顔をかばうようにして転倒していますが、ゴーグルが飛びました。こう比較的すぐに着地した後転んでしまいましたね。そうですね、スキーを取られたわけじゃないんですけど、ちょっと足に力が入ってなかった感じがしますよね。そうですか、まあ、転んだ後には、まあ、雪を握るような形で手も動いていましたから、まあ、意識はあるようでしたが、はい、ちょっと動けない状態ですね。いやあ、残り1人、あ、サーゲンもちょっと心配そうな表情で下を見ています。この様子は高梨沙羅にも見えてますよね。見えてますね、はい。ちょっと心配な状況ではあります。ダニエラ・イラシコは1人としては97メートルというの計測だったんですが、まあ、担架に乗せられて珍しいです。